そのホタルの羽は縮んだままです。うっとりと景色に見とれていた飛べないホタルは、女の子と男の子が近づいたことに全く気がつきませんでした。あ、危ない、早く逃げろ。このホタル変だよ。僕の手の上に自分から止まったよ。姉ちゃん、このホタル逃げないんだよ。ほら。この時、枝の上から見ていた飛べないホタルはじーんとしびれてしまっていました。どうしてでしょうか。怖かったからかな。いいえ、飛べないホタルは分かったのです。あのホタルが自分の身代わりになったこと。